雨影のもきず、右向きの風により、風下に当たる山の右側が雨影となる。日本海側、新潟のウオンズ。夏は、南東季節風の影響で雨影となるため、降水量が少ない。太平洋側、東京のウオンズ。冬は、北西季節風の影響で雨影となるため、降水量が少ない。山脈を挟んで、反対側にある新潟とは、 対照的。雨影とは、雨雲を含んだ風が山を越える際に、風上側で雨が降り、風下側は影となって乾燥する現象。特に、風下において雨量が少なくなる現象を指して、雨影と呼ぶことが多い。また、日本では、冬季の太平洋側で発生する雨影にあたる現象を、空っ風と呼ぶ。 主に高さ1000から3000メートルくらいに分布する雨雲は風に乗って山を越える際変化を起こす。空気が強制的に持ち上げられて山の斜面を登っていく際に雨雲の中では水滴が大きく成長し雨雲の上の空気もどんどん凝結して雲が高く成長してくるのである。これは断熱膨張による冷却がもたらす効果である。 山の風上側では、雨雲は、高度が上がるほど成長し、山により、近いところほど雨量が多くなる。山を越えた雨雲は、例えるならば、雑巾を絞ったような状態となり、含まれる水分の量が少なくなる。しかも、山を降りるに従って空気が下降するため、断熱圧縮によって加熱され、雲は蒸発してくる。山の風下側では、雨雲は、高度が下がるほど、 薄くなり、山からより遠いところほど雨量が少なくなる。山を越える際、雨雲が雨を降らせ尽くしてしまって、雲が消えてしまうと、風下では、雨が全く降らない。この時、乾燥した空気は山を降りる、際の加熱幅が大きくなるため、フェーン現象が発生する。しかし、山を登る前の空気が非常に冷たいと、登った後山を降りてもまだ冷たい場合がある。 これを、ボーラ現象という。高い山脈に隣接して平地があるようなところ、高低差の大きいところで発生しやすい。代表的な雨影の発生地として、周りをアルプス山脈に囲まれて、年中雨量が少ないスイスの盆地、山と季節風の影響で雨量が大きく変化するハワイ諸島、などが挙げられる。日本列島でも雨影が発生する。 季節風により、夏は、日本海側、冬は、太平洋側で雨影になりやすく、降水量が少なくなる。高い山脈に囲まれた中部地方の高地では、どの方向からの風も雨影となり、スイスと同じ状況になる。雨影が、気候に与える影響は、非常に大きい。季節風の影響で雨量の変化が大きい。熱帯モンスーン気候、サバナ気候、温帯化う気候、 地中海性気候、亜寒帯冬季小雨気候、高地地中海性気候などは雨影の影響が大きいと言える。雨影により一年中乾燥することが原因でできた砂漠を雨影砂漠という。パタゴニア東部、アタカマ砂漠、タクラマカン砂漠、コロラド砂漠などは雨影砂漠である。ありがとうございます。